松坂無流派のハドレモグラのコーナー、やってまいりましたけどもね、今回はですね、ミワ派のアウトドア日記ということでね、はい。どうなんでしょうか。あのね、一緒にね、行った気分になって僕とても好きなんですね。うん。で、ミワ派のアウトドアね、行ってみたいと思います。ミワ三角です。で、ワーも三角です。ね、これ気をつけてください。ハーは4角。ちょっと特殊ですよね。普通ね、もう、なんか2角とか2角、これ3角みたいな感じで、実はね、334が、正式っていうか、まあ、まさがみ家ではこういう感じですね。はい、ということで、これね、これ10角ですね。10角なんで、これね、最大強数です。いわゆるその最大強数。ご愁傷様です。これ、不遇運って言ってね、もうちょっとね、もう本当に悪い状態に追いやられてしまうっていう数字でございます。稀にね、大成功者もね、います。まあね、非常にね、強くて、頭脳明晰なんでね、この数を持ってる方は。ただですね、ちょっとやっぱりね、ちょっとこれ危険なんでね、はい、普通にね、はい、ここはね、ドットつけましょう。ミワ派に関してはドットつける。ね、ミワ派、ドットつけることによってね、これ11角になりますね。これ大吉数です。はい。ね。方春運ですね。こう行きましょう。まずこれが1点。で、脳は1角ね。あーが2角、うーが3角、とうが2角、どうが4角。え？合ってるよね。合ってるよね。アウトドアだよね。アウトドア。アウトドア、日記ですね。はい。12、10、30?38 角。おー、30、あー。三角って書こうとしてましたね。もうジジイですね、本当に。38角でございますね。38角っていうのはですね、ギゲ運ですね。大吉数。はい、ということでですね、非常にね、強い数字でございまして、ね、まあ、まあ、芸術とか学問とかね、そういう方面で活躍できる最地ある数字でございますね。はい、ということでね。はい。で、まあ、あとですね、どうしましょう。まあ、ミワ派を使うときはドットつけて、まあね、普段はこれで、ミワ派のアウトドア日記で38角で行くか、で、単独でミワ派でこう11角にするか、そのままこの、もう、こうチャンネル名自体をもうミワハドットのアウトドア日記ドットつけることによって、これ39角になるんで、これはね、等量運って言ってね、大吉数なんですよ。はい。当然その、権力、財力、特望に恵まれてね、天馬空を行く勢いが持てるというこの39角なんで、できたら39角、このままでもいいですよ、38角の。でも、より強いこっちにするために、もうこの名前の分も入れての、このドットつけることによって、名前、ミワ派ドットが良くなりの、全体も3、これもいいんですけど、これもっと強いんでね。はい。こっち。で、こうですよ。ペガサスですよ。天馬空を行くね。こうですよ。っていう形にした方がいいんじゃないかと思ってます。今日この後の正ですけど。どうでしょうか。まあ、どうするかは50ですけど、ミワハードを単独で使うときは、これドットつけてくださいね。11角になるんで、10角か11角。最大強数か大吉数になるんでね。はい、という感じでございます。はい、ということでございましたけども、いかが
かがだったでしょうか。このように、ミワハドットのアウトドア日記さんはね、下の方のね、説明欄にね、リンク貼っとくんで、またね、見に行ってくださいということでございます。で、このようにですね、まあ、僕、私を見てっていう方はね、遠慮なくですね、もう遠慮した損です。ね。なんか、あ、どう、私どうかなって、もやもやするよりも、もうこれで白黒はっきりつけましょう、ここで。悪かったらドットとかつけるんで、まさかみが。ということでね、いかがだったでしょうか。噛み噛みはね、まだね、噛むな、最近。もう滑舌悪いかな。な、もうその滑舌悪いっていうのは何とかわからないってたまに言われるんですけどね。どうもすいません。これ多分治りませんわ。聞き取ってくださいね。うん。それでは皆さんごきげんよう。まさがみりゅうほでした。